大人の代表ですけれども、吉岡さんとね、竹馬さん、まあ、お二人がご夫婦というのも意外だったんですけれども、あの年をこう重ねてきて、お父さんになったときに、この役の中では、そんなに多くを語らないお父さんです。でも、佇まいで、なんかいろいろこう考えてるのが伝わってくるという、それは日向監督とのコラボレーションのなせる技でしょうか。いや、年取ったんだなと思いますよ。それはこう佇まいだけでっていうのなら、もう僕がもう彼らぐらいの時は本当にな毎日泣いてばっかりいるような子供でしたからね。本当にもうしっかりしてて、もう優斗演じるね藤本くんにしてもリオちゃんにしても、うん、なんてすごいだろうってもう毎日こう、あ、僕が中学の頃はこうだったなってもう本当に反省の日々です。素晴らしいですよね。彼らは本当にびっくりします。出来上がった映画を見ても、うん、彼らがこう見つめる無言の目線の先にはやっぱり大人たちが作ったこういう時代があるとするならば、うん、やっぱりこう子供は親だけが育てるんではなくて、大人全員でこう育てていかなければなっていうのがつくづく彼らの見つめる目線の先にあったので、優斗君にしてもこうリオちゃんにしても素晴らしいなと本当に思って毎日過ごしてましたけど、はい、私本当にあの吉岡さんはこんな小さい頃から私がいかにおばあちゃんかってことなんですけど、でもそういう中で非常にこのお料理の作り方自然じゃないですかって、演技というかなんか自分のうちのキッチンでやってるんじゃないのみたいな、それはなんかトレーニング何度もなさったんですか。あんた本当に僕料理が好きなので毎日キッチンに立ってて、それでご常連のお客さんなんかが本当に注文したりするので、冷蔵庫にあるもので、あの食堂の本当のおばさんと相談しながら、じゃ あの野菜炒めとか、じゃあちょっとお肉があるんで丸めてハンバーグ作っちゃおうとかやってましたけど、あとはカメラマンの鈴木さんがあのなんかリクエストもちょっと煙が欲しいとかっていう時はお味噌汁作ったりとかっていうのは、そのままではやってましたけど、楽しかったですね。いや監督楽でしたね。そういう面ではレシピ その通りです。考えなくてもいいしという一方で、本当に下町のお母ちゃんみたいな時はさん本当にお似合いでした。とってももう今とはもうね違うんですけれども、優しいおせっかいなんとかっていろんなことありますよね。女の人のキャラクター決めるのに何とも言えないあったかさで、これ最初に監督からお話しいただいた時にどんなことを感じられました。私は実はあの監督との出会いというのは、はい、あのメイクのナナさん、さっきあの私にブーツを貸してくださったメイクのナナさんと別のお仕事をしている時にメイクをしながら監督の話を伺って、でたまたま私その時あの長崎のことにすごく興味があって、広島のことはあのよく勉強もしてるけれども、長崎のことってあの広島ほどはこう今まで自分の中で考えられていなかったかもしれないっていう思いがちょっとあって、でそのことを思ってすごく思ってる時で、すごくいろんな本を読んだり映画を見たりしている時だったので、余計に監督が撮られた長崎の映画をその奈々さんから教えていただいた時に、あ、そんな素晴らしい映画を撮った監督がいらっしゃるんだったら見たいと思って、奈々さんがその場で監督に電話してくださって、でぜひ見たいんですけど、あとどこでやってらっしゃいますかって言ったら、明日まで京都でやってるんですけどそれが終わっちゃうんですっていうふうに言われて、うん、私はその映画はその日で終わりだったんですね、うん、なので次の日に京都まで行って京都で見させていただいて、だから余計に自分の中ですごく印象深くて、あのすごくいい映画だったし、でその日向治監督があのまた新たな映画を撮られるということで、もう本当にそれはぜひ参加させていただきたいっていう思いがまず第1回目の感想で、でその後にこの子ども食堂っていうものを題材にされるということを伺って、さすがだなと、なんか今の現代社会が抱えている大きな問題の一つをちゃんと今捉えてくださるっていうのはすごく意味のあることだなと思ったので、うん、今皆さんに見ていただくタイミングでもあると思うし、今やるべき映画だなと思って参加させていただきました、
ご自身のこの作品の中でも非常にこう皆さんの地面伝いにあるっていう役どころだったりするんですけど、うん、何かご業さんの中で変わったところはありますか？変化がありましたか？私小学校の4年生から高校1年生まで関西で父の転勤で過ごしてるんですけど、関西ってとりあえず踏み込む人の心の中とかにも、はいはい、っていう精神があるので、その精神をすごく思い出した。でもそれはもしかしたら迷惑かもしれないんですけど、踏み込んでみてから引くっていうことも一つのこう人間関係としてありだなって思うんですよね、うんうん、で今回の映画とかはその傍観しているよりも静観しているよりもまずは入っていってみるっていうのもいいんじゃないっていうメッセージもあると思うので、なんかそのことをすごく思い出しました。その関西の、うん、とりあえず入っていこうっていうその精神は、はい、とっても日本を明るくするんじゃないかなって思いました。なるほどね。吉岡さんはどうでしょう、何か変化がありました？でも出来上がった映画多分皆さんと一緒だと思いますけど、うんうん、やっぱりもう本当に平成の世も終わろうとしている時にこういう映画が出来上がるっていうのはやっぱりなんか意味のあることだとも思うし、次の時代は本当に少しでもこう子どもたちの笑顔が今よりももっともっとこう溢れているような時代になれば、大人たちもこうなんていうか心の余裕がもう少し生まれて、周り近所のことを子どもたちやおじいちゃんおばあちゃんもそうですけれど、こう弱者と言われているような人たちにもっともっとこう目を向けて出るようになるんではないのかなって。とにかくでもこの映画と同じように次に来る時代は少しでもいい時代になればいいなっていうような祈るような気持ちではいますけれど、はい、子ども食堂これからもずっとオイルマインでいきますのでお願いいたします。ちゃんと使ってください。いらっしゃい。いらっしゃい。何食べる？こっちから入っちゃダメだって言ってるじゃない。ねえ、ハンバーグおかわり、あったかしの分もこれ持っていきなさい。唐揚げ。ねえパパ、ママどこにいるの？あいつら車に住んでるのかな。ご飯食べさせてあげて。何も食べてないみたいだから。様子を見ろって言ってるだけだろう。状況も分かんないんだから。分かるでしょ、あの子たち見せたら。あの子たちどうなるの？車にお父さんもお母さんもなかった。ちゃんと見てくれるところがあるから。誰もいないって言ってんじゃん、ずっと。でも何もしてくんなかったじゃん。いつも見てるだけだろ。